はい、2022年6月13日からスタートということで、なんとですね、グランドメニューに新メニューが追加されましたということで、今回ね、3日連続で晩ご飯でね、新しいメニューをね、早速食べてきましたので紹介いたします。ね、もうこうやってバーンとポスターなんかも出てましたけれども、これね、6種類ぐらいありますけど、こう実際もっとたくさん新しいメニューあるんで、ホームページとかでね、皆さんチェックしてみてください。で、初日はね、この三田製麺所のつけ麺ご飯セットで、こちらね、ご飯セット注文しました。で、今回新刊です、ケンシロウによろしく6巻で、ウィンドブレーカー7巻、あとね、これ、やっと出ました図書館の大魔術師6巻ですね。もうね、前の5巻の内容忘れてきてね、もう出る感覚の長いコミックって大変ですよね。もうなんか覚えてられないですね。そうこうしてたらね、来ました、これね、ブラックペッパーとラー油ね、ラー油はいつものラー油がちょっと量少なかったですけどね、ついてます。三田製麺所行ったことあるんですけども、もうだいぶ前に行ってたんで、ちょっとね、もう覚えてないんですよ、どんな味やったかね。あのね、これでもうまかったですね。もう全然本当にね、普通につけ麺屋さんで食べるつけ麺ですね。これブラックペッパーね、どっちかけようかなと思って、結局スープの方かけましたけど、多分スープの方かけた方がいいよね。これね、全然辛くないんで、ちょっとラー油でアクセント。確かに三田製麺所ってつけ麺のそのスープの方に海苔があったような気がするんですけど、開発はなかったですね。なんか角煮みたいなチャーシューと、あのごっついメンマね、これもしっかり再現されてるかなと思います。で、これね、ちょっと失敗したなと思ったのが、あのね、200円ぐらい出せば、あの麺が大盛りになるんですよ。 1.5 倍やったかな、2倍やったっけ。多分ね、そっちの方がいいかな。ご飯なくても麺大盛りの方がいいかもしれないなってちょっと思いました。こんな感じでね、スープめっちゃ余るんでね、もうしっかり完食です。でね、これね、メニューぼーっと見てたんですけども、まあ、あの既存のメニューももちろんあるんですが、これさ、気づきました？ちょっと値上げしてるんですよ。数十円ね、高いですね。
でほら夜食ラーメン確か200円やったよなと思ったけどね、値上がりしてますよね。なんかモーニング無料のポテトどないなってんって感じですよね。復活するんかな、なんか心配になってくるよね。これはうるさいな。これデザート行ってみたんだよね。これ確か330円とかじゃなかった。また余計なものを買ってしまいましたね。パイコロネとかやつ。あのクリームたっぷりでね、うまかったです。はい、2日目でございます。2日目はハヤシライスで行こうかなともう決めてましたんで、ポチポチポチっと注文しております。タイ名犬のハヤシライスだったかな。タイ名犬知らないんですよね。はい、やってまいりました。結構結構ね、量は多いのかもしれないけれども、これで1020円はなんか高い気がしますよね。っていうのもね、やっぱ漫画喫茶で食べるメニューで1000円超えるってうーんって思いますね。今日ね、缶ビールもねあります。あ、1日目酒飲まなかったのはこの辺ちょっと車で行ったんですね。結構雨降ってたんでね、車で行きました。しかも仕事帰り直で行ったん で、2日目は一旦家帰って、落ち着いて行ったんでね、酒飲んでます。1000円超えてくるとね、トルコライスに届くじゃないですか。でハヤシライスでやっぱ1000円超えるとちょっとやっぱね、その快活のメニューとしては高く感じますね。ただね、うまいです。もうそれだけは食べに行ったら1000円するかな、まあ、ココイチのカレーとか考えたらね、リーズナブルかもしれない。これねヒレカツね、うまいです。ほんと柔らかくてね、これねもうちょっと新しい字幕の形ですけどね喋れないんでね、もう直接文字書いたれっていうことで、後で字幕打つより楽かなと思うんですけど、これはこれで面倒くさいですね。すみません、これカメラ片手で打ちしてるんでね、ちょっと遅いですけどお付き合いください。はい、また余計なものを買ってきてしまいました。
はちみつレモン串わらび餅ってすごくないですか。初めて見ましたね。これね、はちみつレモンソースなんですよ。わらび餅自体も黄色いんですけど、ここも本当に完全にわらび餅でしたね。すごいね、爽やかなわらび餅でうまいです。なんかこうやって後で見たら食べ過ぎやろうって思いますね。はい、3日目です。3日目はね、ちょっと居酒屋チックに行こうということで、なんかいろいろ注文してみようと。まずね、これ気になったのがこの卵ソース、ご飯に合う卵ソースね。これ90円もするんですけども、まあ、ちょっと試しは持って注文しました。あの卵ソースはね、単品で頼めないですね。何かを注文してこのセットとして追加できるっていう感じでした。で、あとはんぺんチーズフライね、とこのスコーン、チョコスコーンを注文。1600円超えちゃいました。まあね、居酒屋行ったと思って注文しました。はい、来ましたよ。こんなね、2回に分けて持ってきました初めてですね。快活でトレイ2つになったの。これがね、ご飯に合う卵ソースです。で、はんぺんチーズフライ、チョコスコーン。これね、これね、結構熱々。そう、熱々なんですけどね、チョコレートは溶けてないんですよ。溶けてないの、すごい、かなりホットよ。このね、ブロッコリーね、焦げがうまいですよ。普通のはんぺんなんですよ普通のはんぺんなんですけど、この
噛んだ時のサクサクでお分かりいただけるかもしれませんが、あのね、うまいんですよ。この香ばしい側の香ばしさと中のはんぺんのふわふわと、でチーズはね絶妙でうまいですこれ。でこれちょっと気になってたね、卵ソース早速。そうなんですよ、あのね卵かけご飯になります。でちょっとしょっぱめなんで、あの薄めてね、ご飯で薄めて薄くして食べるっていう感じですね。だから本当にあの一袋で茶碗一杯ぐらいいけるんちゃうかなと思います。はい、今日は居酒屋デーなんでね、缶チューハイまであります。快活居酒屋開店です。これ飲み物必須ですね。あのもう口の中カラッカラになります。これね、複数人で、あのリビングルームとかでね、あのみんなで注文してワイワイ飲み食いしたらうまいし楽しいかなと思いますね。友達いてる人はぜひ、また新しい快活の楽しみ方できるんじゃないでしょうか。